ロッケさんのモノマネを間近で見て無表情で何分折れるかやってみた。嫌なコロッケさん。ほんま好きですね。いやこれ一回オファーしましょう。あ、意外と、はい、あのフットワーク軽くというか、もう年末コロッケさん来てはって、外国人にハマる芸人誰でしょうみたいなんで、オファーかけたらいいですよって来て、でめちゃくちゃ普通にネタやってはったで。めちゃくちゃ悪手だよ外国人。あ、そうなんですか。元ネタ分からなくてもですか。あ、でも、例えばブルース・リーの録音風景、夜間アチアチとか、ちゃんとこうグローバルなネタで。そう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 、倍速のマイケル・ジャクソン。絶対おもろいや。絶対おもろい。めちゃくちゃおもろかったで。どの国行ってもいけますね。確かに。で、いろんなこう芸人さん出てくる中に錦鯉も出てて、はい、錦鯉が、めちゃくちゃ笑う国と全然笑わない国があって、何かってやっぱ宗教上に頭とつくっていうのは絶対にないっていう国が結構半分ぐらいあって、だからそれをなぜたらウケるみたいなことで、ちょっと一回やってみましょうかって錦鯉が普通に突っ込む時に、なんでだよって言ったらもうドワーンウケて、もう日本でもなんかあっちはウケんじゃんみたいな。撫でてる方がこのご時世もね。でも最初の数ヶ月はなんで。さあ、というわけで、今日の収録が2021年一発目の収録です、はい。今回から私服ということで、そんな振りかぶるほどのことではない。いや、かなり序盤からジュニアさんが着替える時にもええやろって言ってましたから。いや、分かんねえかって目的が。でも元のカラーの赤は名残で着てる。なんかそう振り分けてたカラーで着てると思って。なんやろ、まんざらでもなかったんや。恥ずかしいな、あの赤手は。名残惜しさ。こういう事故ほんま恥ずかしいよな。だから赤の量が気に入らんかったよ多分。こういう事故。もっと赤。もっと赤。JA のこんだけやったから。赤が、こういう事故はほんまに避けていきたいけど忘れるな、家出るとき。チャンネル名が変わったタイミングで僕も変わったわけじゃなく、まあ、ね、そうですね、うん、ちょっとこう年末年始の収録のいろいろあれこれでちょっと前後することありますけど、そうですね、あっち行ったりこっち行ったり、金ないから新しいその冬用の J とかその作られ G とか作られんかっただけの話だろ。いや、あのトレーナーみたいになって、トレーナーありますんでって、もうマジでもうこんな薄いトレーナーあるから。もういや、これはロンティーって言うねんけど。ね、初めて来た時もう袖短かったですから。一回やろうとかんと思ったんやろな。まあこれいろんな世の中のね、状態でこう年末年始ってなかなか例年通りの過ごし方できなかったと思いますけど、いかがですか皆さん、年末年始なんですけどね。年末年始におもろい話今回あった芸人って俺ほんますごいなと思う、うん、この状況でどうすんのっていうか、まあ家族おるから、おれへんかったら一人でどっかな、うん、行くんはええんか分からんけど、まあなんとなく年末家でなんか鍋みたいなして、はい、もうこの時間で鍋食べたからお蕎麦作ろうか思ってたけど、もうええな、せやなとか思んない会話して。いやいや、全家庭がそうじゃないですか。そのね、まあ多分嫁はんとしたら一回早めに鍋食べて、はい、そう夜年越しそばをね食べて寝ようかいな思ったけど、なんかその鍋の時間がちょっとずれたし、いっぱいあったからもうええか。ほんな息子が今日はオールするとか言うて、やがんみたいな、とか思んない会話して。刺したったらええやん。おもろしい。おもろいかおもんないかに引き合いに出すから悪いんですよ。なんでね、その31日だったらオールしたがるのかよく分からないんだけど、息子は早ね早ね言われてるからオールに憧れてたんやろね。だから俺なんかは福島の大内塾っていう合唱作りのところで、はい、ネギ一本でお蕎麦食べるとか言うと一応取っててんやと、はい、向こうもぜひぜひ来てください来てくださいって言い合ったけど、でも他の人ともし一緒になってなんかとかなったらあれかと思ってもう断ってんけど、行かずやったんですね。そうそう、向こうの向こう側は来てくださいってその人はおっしゃってはったけどね。
そこのいろいろな、みんなそれぞれ違うから。そうですね、この人はよくてこの人はなんだそれはみたいなこともあったり、一富士二鷹三なすびの逆もあんのかね、最悪な夢これ見たらランキング。俺1月1日起きて今年多分あかんな思って、はい、夢おなんかでっかい病院やね、はい、これもう病院内もチャリで移動すんねん。でっかいな、でかいから、ほんで止めて購買部みたい な売店でちょっと買ってパッて見たらチャリないねん、でチャリ盗まれたってなって、ほんで病室こう見に行くねん、ほら大部屋あって、はい、そこの大部屋に一人おっさんいんねんけど、なんか自分の体の横の布団がこんもりしてんねん、で、え、ちょ、そういいっすかってパッて見たら俺のチャリやねん、はい、押してんねんこれ俺のチャリやんけーって、え、そうなん、いやそうなん、あれやな、これ俺のチャリやな、ここに泥棒いますよっていう夢や、ね、最悪やろ、なんか最悪やろ新年見る夢ちゃうわそれ俺パッと起きて俺2021これあかんちゃうわほんまや、何かのトラブルおっさんと病院内で口論、ねうん、187自転車みたいな夢ちゃうわなるほど、1富士2123のずっと後ね、自転車はいいのよ、自転車泥棒、自転車の夢は別にいいでしょ。いやほんまになかなかなんもないな、ほんま初詣行くだってなんか気ずらしてとかそんなんでしたね。あでも1日行ったで俺は。あ行きましたか。うん、住吉さんガラガラ、あへえ、まあ、ガラガラっていうことはないけど普段もギチギチやん、で俺らも言えば少なそうな時間帯、まあ、夕方暗なる前が少ないんちゃうかって言ったけど、それにしてもほんま参道ザン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 、中も境内入ってもザン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 、塩いつも買うねんけど塩なんか結構並ぶのにもうスッと塩、もう全然人でノーあベビーカセラ、あーノーベビーカステラ、あ出てないですか、そうなんでノーベビーカステラいやちょっとだけなんちゃうちゃう言葉出そうなったりからそんなにそのな、ね、あんまりオンエア的には普段使ってる言葉汚すぎて、小籔さんも僕ほんまいつつけても下手くそおじさんライブって出てるんですけど、どの時間のどの何曜日だろうと僕がつけた時が当たるんかな。だってこのお正月休みの中で生配信でずっとやってはったんでしょ。そうだからあの親子大会っていうのを3月7日にあんねんけど、それの予選を思ったよりバッて来て、ありがたいことに、ほんでもう何日も分けなあかん、どうしようってなった時に僕10日まであの仕事休みやってんけど、もう6から10まで毎日予選やってて、ほんでメンバーシップってあんのよ、この前言えばお金払ってもらったらちょっとうちのメンバーになるみたいな、はい、でそのメンバーシップ配信限定配信みたいなのができんねん、だから岩尾はメンバーじゃないからめっちゃやってるなって言ってるやん、はい、俺予選終わった後毎日メンバーシップ配信やってたから岩尾が思ってるより生配信やってるからさらにやってんねん、はい、10時から4時とかやんねん、朝方やろうがほんま昼間つけてみた時とかでも、いつでも見ました、ライブ今休みやったからな、やりとうてちゃう、今フォートナイトって言われた時点でもう頭バッと浮もう指こうなったもん一瞬すごいなぁ、それなんか酒飲みながらとかでもないんでしょ、なムーバーイーズぐらいだから家帰ったら早やりたいからシュ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 ってやるやん、でガラガラペッてやるやん、はい、もうその前にシュ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 ってやったらパソコンつけてガラガラペッてやって帰ってきてガチャ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 ってやって、ほんで配信してそっからウーバーイーツやもん、だから生配信やってる間そのウーバーイーツ食べてからやろうと思ったらその待ってる間と食べてる間時間もったいないから、はい、もうやってる間にウーバーイーツ来てもう配信してる時にピンポンってすいません言って来てちょっと待ってくださいって流れてるところでずっとやってるでもコメント欄も今日は何を頼んだんかなみたいな、そのウーバーイーツ予想ができたりとか、はい、フォートナイトまたやってくださいよ本当に、あここでっていうかもうプライベートもここでも、いやもうあれかだけどもう無理やわあれは、いや無理やと思う、難しすぎるわ、面白さがなんかあんま分かんなかったですね、1回しかやってんやろ、俺も最初1回目は子供にいやもうこんなんええっつって
皆さんと同じ表情してました。あの時の僕を見てるような感じです。じゃあマリオやとちゃんとクリアするべきところがあるじゃん、うん、ここ飛んで越えなあかんとかこれから逃げなあかんとかあるんですけど、うん、なんかそういう感じじゃないですか。あの時の俺と同じこと言ってた。俺は もっとあのマリオもちょっとも う, あ, もうあれですら、なんていうの、二次元のマリオでええわっていう。ああ、僕最近ハマってるカップヘッドっていう激ムズゲームあるんですけど、マリオの激ムズ版みたいな、うん、それもやってみます。面白いですよ、うん、めっちゃむずいですけどね。まあジュニアさん無理か、あの様子じゃ。昔スーパーファミコンでこんなバズーカのやつあったしら。え、テレビ画面でなんかそれこそクレー射撃みたいな、なんか鳥が飛んできてとか、ああ、ありましたありましたありました。そのでっかいバズーカで画面でドッドンドンっていうのをずっと板尾さんの当時住んであった 1K のマンションで2人でやってた。何人かでやるもんではなさそうですけどね。のんちゃんなんか何してんの。僕はまあ一人なんで、あの一人でまあ買い物行ったり、まあ、美容院も行ったり、あとは 1.4 のプロレス東京ドームは行きました。プロレス好きやもんな。そうやそうや、まあ、それもみんなもうマスクしてもう声援禁止なしでなんで、まあ、静かに見るみたいな、もう手拍子だけで応援する、うんうん、でもあの岡田和親っていうあのレスラー有名な、その人が、まあ、レインメーカーって技があるんですけど、それ去年はずっともう封印してたんですよ、うんうん、で、まあ、今回オスプレイっていう選手と戦ってなかなかこう決めれなかったんです。ずっと30分ぐらいの長い試合で、で最後にあのレインメーカーをついに解禁して、レインメーカー決めたその瞬間だけはっって声出ました。だからみんなそのはっっていうレインメーカーついに出たっていうこのマスクの中のちっちゃいはっが東京ドーム中なんで、そこだけわっぐらいはなんですけど、あの基本はやっぱみんな声出さずにもう手拍子だけで、だって普段そんな封印してた技出たらうわーってなりますよ。後楽園ホールでボクシング見ててももう BG 流してんねん、うわーとか歓声、ありました。プロレスも一時期歓声ずっと流してんねんけど、もうリング上も全然見合ってんねん、うわー盛り上がってあ、そう、年末もねやられてましたもんね、ボクシングマッチ系の。だからやっぱこのサンプラーみたいなんでこうね試合見ながらボクシング詳しい人が、いけとか、そうこうやってほしいですよね。そうやな、ね、まあ、あんまり受けてへん漫才番組みたいなね。後で出すじゃないですか。プロレスも一時期そうやってリモートで歓声送れるシステムみたいな、でもそれは会場となんかうまいことリンクしてないからずっとバーワーハー言うて、なんか別にそんな湧くようなとこでもないのにわーってなってるんで、あ、ほんまにウィーニングイレブンみたいな、なんかこう中継で見てるとただずっとわー言うてるからうるさいっていうか、だそれはなくなりましたけどね、結局そのシステム。ほんまそれが一番やろな、ここやっていうところでわー、うん、わーって、うん、それが3人ぐらいボクシング詳しい人がおって、ほんで1人の量は決まってるから3人ともが燃えた時はうわーってなる。あ、なるほどな、1人やったらそれええな、ね、で意外とレフリーを選手紹介して最後レフリービニーマーチンの時もわーって、もう結構まあまあ超えてるからとか出るんですか。出るんですか。いや知りませんけど、そこいるんかな。すごいレフリーさんがいるんでしょうけどね。チャンネル登録お願いします。ここに泥棒いますよっていう夢。最悪やろ、なんか最悪やろ。新年見る夢ちゃうわ、それ。